いいべ。なかなかに。キャップにピンバッジ、だからそのマスカラな、俺はそのイメージなの。だからあんまり安っぽくやりたくなかった。まあ俺のその周りにいる人たちもちゃんまんがやるんだから、安物風味は出したくねえっていう話でさ。チャチやつは、やりたくないって言ってくれてるから、サノマスクとかは、まあ、今の時代だからな。まあ、サノマスクっていうか、なんかワンポイントでマスクのどっかに、部長さんのプリントが入ってるやつとかね。そういうのは、考えればやれないことはないよ。ワンポイントでね。それか、もう、なんていうの、ちっちゃいブチ君がブワってこう入ってるやつとかね、イメージではね。それが柄になってるみたいな。マスクもチャンマンズで、そうかな。まあそれは、まあリスナーさんのそういうアドバイスもあるけど、こっちの、なんだろう、俺の、なんだろう、ことをいろいろやってくれてる人たちと話して、佐野さんの顔がプリントされた T シャツが欲しい。それにはよ、俺の、なんだろう、専属系に絵描きが必要だよな。絵心のある人が。デザイナーみたいな。まあ、外注出してもいいんだけどさ。稲沢でやめれや。それ怒られるで、それやると。そう、本ちゃんのファンに俺が怒られるからダメだよ、それ。宇沢とか、稲沢とかさ。なめてんのかよって。パクってんのか、みたいな。うなぶちとかな。それダメだよ、お前。絶対やっちゃいけねえ、そこは。そこは触れちゃいけねえとこだから。白い上下で配信したらよき。ね、白いスーツ買ってくんの、俺。
やめれや、もうそれ。なあ、ダメだって、それは。いやいや、そっち系のファンはもうガチだから、もう本当に。うん、ダメ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 。うん、いや、俺の放送見てる人もいるよ、そりゃ。うん、いるけど、うん、何、俺がここでさ、塗っていくぜ、はあはあ、ロックンロールない、はあはあって言って、こうタオル投げんの、やめれや、それ。ああ、ダメなんで、それやったら。いや、いいねじゃねえんだ、ダメなんだって、それは。矢沢永吉は神様なんだから。なあ、トネリありがとう、マーノン。決まった。あらーす。大変なことになるよ。一応、なんか、あの、だってさ、A ちゃんの、その、回もさ、まあ、逆に言えば、タイガースも、阪神タイガースもね、なんとか会なんとか会って、その会ごとになんか揉めてるっていうか、競ってるわけじゃん。その全部が一つじゃないわけよ。阪神タイガースのファン自体も、で A ちゃんとこも、 A ちゃんとこも矢沢永吉のファンクラブがあったとしても、外側は自分たちで会作っちゃってるから、うん、こんなの俺なんかおめえふざけたことやったらおめえ殺されちゃうよ、おめえ、ほんとやだよ。まあタオルなんかはさ、うなちゃんマンタオルとか作ってもいいとは思うよ。うん、なんでその芸能人に全部さ紐付けしようとしてんのよ。やめようよ、もう。俺もう単独でいいから。うん、ね、寄せるのやめよう、そこ。うん、まあその辺はね、まあグッズ作るにあたっては、うん、考えながらやるけど、だってまあ通用するかどうかわかんないけど、とりあえず俺うなちゃんマンでやってこうと思ってるわけだから、そのなんか別に芸能界関係ねえじゃんみたいな。うん、いや過去にはさ、なんかいろんなプロデューサーから電話かかってきたりしたことあったけど、俺基本全部断るタイプだから、せいぜい雑誌の取材受けたぐらいかな。
だからむしろインターネットが今こうやっていろんなサイトが乱立してきて課金課金でみんなやってるわけじゃん。だからまあそういうのを話題にしたい雑誌からは多分俺にアクセスは来ると思うよ。うん。誰に聞くって話になるじゃん。その昔はこうだったとかこう歴があるわけだから、まあ俺は知ってることしか言えねえけどさ、うん。まあもう今戦国時代になってるからインターネット配信会だな。だからみんな自分のことだけやりゃいいのに、なんかね変に潰し合いみたいなのとか、ああ真田さんごめんね、うん、これこれあたり見てるんだ。頑張ってください。あなたはうちの配信にはいらない人なんで、はいね。役目とかあるんすねっていうか、うん、だって結局俺の放送をロムってるってことはハマってんだよ俺に。だからブロックされたくねえからコメント打って消すんだよ。俺のことなんかしかとでいいやって思ってたらこれこれ見てりゃいいんだから、なんでコメント消すんだよ。それは佐野の放送を見れなくなるのが嫌だからだよ。でしょ。素直じゃねえなって。これからは友好的にコラボをする時代じゃないのですか。いや俺はちょっと違うと思うよ。うん。やっぱり一人一人が個人事業主だから、配信はね。だから友好的にか単独で行くかははっきり分かれんじゃないかな、配信者はね。まあ俺は一人で、うん、いいとは思ってるけどね。まあずっと一人だったから、うん、考え方の問題だけど、マックスいらっしゃい。なんか喉調子悪いな今
店で売ってる反射キャップはもう被らないんですか？はい、さよなら。何言ってんのかな、ほんま。ぶっこんどいた。うん。うまい。あとでお苦楽を。うん。最近の喉の調子悪いですよね。ああ、だから、ゆるーくエアコンかけてるからじゃね。うん。どうしてもさ、湿気が多いじゃん。ここんとこ、今日も雨降ってたし。まあ、今止んでるけどね。いいじゃねえの？本人が正義だと思ってやってんだから。うん。まあでもそんなことに時間費やすぐらいだったら自分のことやれよって話じゃん。俺は別にそんなアンチが誰だかなんて知ったこっちゃねえし、うん、こっちから関わるつもりもねえし。うん。俺はみんなと楽しく話せて、枠開けれてね、みんなが助けてくれるね、それでいいんだから、何を邪魔しに来んのかがもう本当に意味が分かんねえ。うん、頭おかしくなってんのかなって、そいつらって思うよ。うん、大丈夫なのかなと思っちゃうよな。波多野さん、いらっしゃい。今日アナちゃん俺の放送聞いてねえのかな。ボキボキしてるわ。まあ、この時間だからもう聞いてねえか。赤鬼、やつらは正義の味方気取ってるところが、ほっときゃいいんだよ、あんなの。うん。何？お前らなんか正義じゃねえんだからって思うもん。うん。まあだからほら、社会でもね、マスク警察とかさ、お前ら何やってんのみたいな。いや、ま、確かにマスクしてない人とかに、はちょっとした方がいいよと思うところはあるけど、でもその人別に喋ってなかったりとか無言だったりとか、電車の中とかね、それをなんかギャンギャン言ってるおめえの方が一番やべえんだよって。
逆にね、あ、ひかりいらっしゃい、うん、なんか吊るし上げみたいなことやるじゃんかよ。あれはよくわかんねえよな、俺はな。マスクつけねえで大騒ぎしてるんだったら別だけどな。夫人がまた YouTube でなんか話してましたよ。それいつのやつだよ、たけちゃんよ。いいんだよ、言わしときゃ。あとでお仕置きしとくから。な。また余計なこと言ってんのか、この野郎って。まあ腹立つ。